駅、臨時殺人事件は、1945年12月29日に、新潟県中首引群、直江津町の国鉄新越本線、直江津駅で発生した、朝鮮人による殺人事件である。当時の列車の混雑この写真は、事件とは無関係である。1945年12月29日午後7時頃、新潟発大阪行の列車が、国鉄新越本線。 黒井駅に到着した。三人組の朝鮮人が列車に乗車しようとしたが、満員のため乗車することができなかった。そこで彼らは列車の窓ガラスを叩き割り無理やり乗車しようとしたところ、ある男性の乗客に阻まれたため、やむなくデッキにぶら下がり次の直江津駅まで行くはめになった。列車が直江津駅に到着すると、三人組は自分たちを 阻んだ男性に対して、上降口から乗れないので仕方なくガラスを壊して乗ろうとしたのになぜ妨害したと詰め寄った。男性に窓から乗り込むという方法はないと反論されたため、その男性を直越駅のプラットフォームに引きずり下ろし、駅の備品であるパイプやスコップを持ち出して男性に襲いかかり、めった打ちにした。男性は頭や左目などに十数箇所の傷を負い、 絶命した。警察が緊急配備したところ、直江津の病院で傷の手当てをしていた三人組を突き止めた。そして容疑を認めたため、殺人犯として緊急逮捕した。犯人は三人とも朝鮮人で、戦時中は工場に勤務していたが、終戦後は闇米ブローカーに転身した。実験当日も、農家から米を買い集め、大阪方面に売りに行く途中であった。 犯人の朝鮮人3人は殺人の容疑で検事局に送られたが、間もなく逃走し行方知れずになったため、司法で裁かれることはなかった。ありがとうございます。